腰田は時に背が高くなるシダ植物で乾燥した山野に密な群落を作る。裏白に様々な点で似ているが葉が繰り返して二差分子する点で異なる。腰田は硬い葉を持つシダ植物で様々な点で裏白に似たものである。葉の主軸から左右対称に右辺を広げること、毎年主軸の先端から 新たな主軸と右辺を伸ばしながら成長する点もよく似る。生育環境もよく似て、ひどく密な背の高い群落を作る点でもよく似ている。はっきりとした違いは、右辺が二差分子することで、そのため両者はどうかながら別の属に入れられている。裏白のように右辺が、長々と伸びて垂れることはなく、やや水平から、斜め上向きに広がる葉はそれほど大きくはならない。名前は、 小羊場の井で、裏地より小型であることによる。根茎は長く、横に這い、間隔をあけて葉をつける。根茎は太い針金状で地下を長く横走して、光沢のある、金褐色の毛を密生する。葉は全体として2メートルを超える。傭兵は20から100センチメートル、そこから先には耐性する右辺を伸ばし、その間から次の柄が伸びてその先に、 さらに耐性する右辺を出し、それを繰り返すので、全体としては、右上複用であるが、その右辺が二差分子する。傭兵は、褐色で光沢があって硬く、角軸や、成長の止まった先端に、赤葛色の毛がある。側右辺は、ほぼ等分に数回の二差分子を繰り返す。その先端と分岐部分には、それぞれ一体の小右辺がつく。 正右辺は15から40センチメートル、幅3から8センチメートル。長打炎上円状型で右上に、新列し、表面は黄緑で、艶があり、裏面はこう吹いたように白く、まばらに、赤葛色の毛がある。端質は薄くて硬い。で片は、線形で、その円は滑らかで、先端は、マリーか、わずかにくぼむ。放射能軍は、 中六と肺円の中間に一列に並んで生じる。側右辺の二差分子とそこに並ぶ、小右辺は、まず柄の先端に一体の小右辺を生じ、その間を分けるように一体の柄が伸び、その先端に一体の右辺を生じる。これを繰り返すことでその形ができる。これは、裏白では、側右辺の軸が最後まで成長するのに対して、腰田では、中軸枝が伸長して、 その成長を完結せずに途中で止め、そこから一体の二次中軸枝を生じ、それがまた成長を完結せずに止め、そこから新たに三次中軸枝を1つい出す。これを繰り返すことでその葉の形が完成される。先端の中軸枝は、右上腹用の用心を持つ。それに対し、途中の分子部につく、小右辺は、 それぞれの中軸枝の最下の側右辺と見ることができる。山間部に生育し、日向から林内まで出るが、いずれにせよ、品栄養の土壌に好んで生育し、乾燥した斜面に出る。山火事などで拉致になったところに大きな群落を作ることがある点でも共通している。品栄養な土壌を好む。植物性態学では裏白越だ群落を認める場合がある。これは、 森林伐採や山火事などで拉致になった場所に成立し、密生した群落を形成する。そのために他の植物が侵入しにくくなり、そのために繊維の振興が阻害され、一定期間に維持される。樹木がその上を覆うと、光量不足から衰退し、消滅する。腰田はハワイの生態系におけるキーストーン種であり、ハワイの熱帯雨林の多くの地域に影響を、 及ぼしている。星田は、ハワイのすべての島で見られる。生態繊維における先駆種として、溶岩流や外水、放棄された道といった拉致に侵入することができる。新たな土地で生育する際、繰り返し茎及び葉の層を生み出し、それによって植物体によるネットワークを作り上げる。葉は、死ぬが、茎の分解は、非常に遅く、ネットワークが存続する。このネットワークには、 有機堆積物が蓄積し、落葉の堆積した層が形成され、それは時に1メートルにも達する。そこにはさらにシダ自身の根茎が侵入し、その層をさらに強固なものとする。コシダが取り除かれた場所では、侵入主植物が移入できるため、コシダの一つの重要な機能はこれらの植物種からの熱帯雨林の侵害を妨害することである。コシダはアレロパシー作用を有している。 また、コシダは森林生態系の中でも特に生産力のある種である。森林のバイオマスとしては比較的少量であるにもかかわらず、ある地域の基礎生産力の2分の1を超える割合を占めている。日本では本州の福島県以南から琉球にかけて各地で見られる。国外では朝鮮南部、中国南部、台湾、東南アジアからインドにかけて知られるが、 種の範囲を広く取れば、アフリカやオセアニアのものも、動種とする。林業では、下草として成長し、人工林の格下刈りや、ヤブこぎの際の厄介者となることがある。裏ジのように飾り物にしたりする風習はない。しかし、傭兵についてはほとんど変わらないので、同様にカゴを編むなどの利用がある。また、池ケなどにも利用される。なお、栽培することは滅多にないが、 実際に、それを行うのは困難で、特にある、程度成長した株は移植しても育てられず、ごく小さな苗を根を切らないように掘り取る必要がある。その点でも、裏白と共通である。インドネシアでは、腸内寄生虫、ニューギニアでは、皮膚潰瘍や、傷、マレーシアでは、風邪の治療のために薬として使用されている。インビトロにおいてコシダのサンプルは、 抗菌活性を示す。裏白とは似ているが、側右辺の形が全く異なる。この西和族としても別で、側右辺の違いの他に、裏白族では臨辺があり、腰田族では毛がある。同族のものは世界に十種ばかりあるが、日本には本種のみである。AB、たくさん、ダイクラナプタースリニーリスアンダーは ジャンプラザムリソーシズ・インフォーメーション・ネットワーク、ユナイテッド・ステーツ・デパートメント・オブ・アーグリ、2011年11月16日、閲覧。牧野 P11 発島 P131、岩月編長。P78 発島 P131 田川 P39 西田。P75 水ーの P166。ABC ラッセル、AE、エトール。 ザエコロジーオブザクライミングフェルンダイクラナプタースリニーリスオンウィンドワードマウナロアハワイジェイーケル86 765 http w w w y a b i c e ありがとうございます